ムラスポンライドライフねじりバージョン、ねじりましたね今なんかすごいこうねじってましたもんね。いやもう1年半ぶりぐらいなんですよ。久しぶりの、はい、ちょっと昔どんなことやってたかっていうのいろいろあったじゃない。たくさんありましたね、うん、はい、ライダー来たりとか歌歌ったりとか、はい、でもその中でもやっぱりあのボリがね、はい、ムラスポの試乗会の時に、はい、あのジャンプしてるシーンとかが結構気になってんだけど、いやあれはもうなんか思い出すだけで恥ずかしいですよね子供にはバカにされ、滑り終えて、滑り終えてどうでした？めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。今の2ウィーク何点ですか？70。俺の2ウィーク何点？1 俺1点対70で俺の勝ちだとか言われちゃっていやでも良かったよ。良かったですかね。うん、なんかあのまず立ち振る舞いのあのなんかあのプロテクター、プロテクター、はい、うん、あれがやっぱり怪我しないためのまあ、格好じゃない、もう顔つきが格好つければスノーボードできるんで。いや、そうだね、はい、で、ジャンプしたっけ女の子みたいな子が走ってロリロリンってなっちゃっていやいや、それもまたボリのね、味だから。よかったですかね。よかったよ。ちょっとこのステイホーム期間中、はい、なんか、あ、やった？なんかあった？まあ、いろいろ、それこそ普段やらない趣味を始めてみたり。趣味？はい、新しい趣味って何？刺繍。あ、これ見えますかね。すごくないこれ。手縫い、これ手縫いで。え、誰に教えてもらったの？自分で一人で。本当に？はい、もうインターネット見たりしながら。あ、すごいね、はい、上手。やっぱ A 型なんで松江さんはちなみに、あのステイホーム中で、俺はなんかあの息子と、はい、あのお菓子作り。あすげえガーリーですね2人ともなんかガーリー系の趣味やってましたね。刺繍したり確かにお菓子作ったり。そうだね、こんな期間しかできないなと思って。そうですよね。そういうことやってた俺は。っていうことで、はい、この先ですね、またね、また商品紹介をしたりですとか、はい、あとゲレンデの紹介だったりとか気になりますよね、はいはい、プレゼントもあ、またあるんですか。またやっちゃおうかなと。ありがとうございます、はい、なんだそれ力こぶってあ、なるほどありがとうございます、はい、あとは、うん、そうです、紫スポーツ的には、うん、イベントやっております。スノーボード大総力祭という、やね、超やばいやつです。超やばい、超やばいです。やす、何やばいかっていうと、はい、スノーボード関係のグッズアイテム買っていただいたら、はい、ムラポ、多分以前出てるムラポのポイントが10倍です、うん、なかなかないですよね。通常ポイント100円で1ポイントなんですよ。なんですけど普段は、普段だから1万円買っても100ポイントしか入んないところ。なるほど、10倍なんで1000ポイント入ります。なるほど。で10万買うと1万ポイント。なるほど、うん、11月3日、3日までとなってるんで。なるほど。今期のアイテム、ただいまってことですか？ただいま、ナウです。ナウです、ナウです、うん、なんでぜひゲットしてください。はい、ということでよろしいですか？はい、満足しました。満足いいよ以上、ブラスポライドライフでした。めっちゃねじるじゃないですか今だから全てが選べる。ニューモデルが最大 20% オフ、ムラポポイント10倍、スノーボードアウトレット、絶対お得な下取り保証も実施中。スノーボード大総力祭。